東京の荒川の河川敷に狩猟用のトラバサミが仕掛けられていたことが分かり足立区が注意を呼びかける看板を設置しました普段、人や車が通行する道路から30メートルほど茂みに入ったこちらの場所でトラバサミが発見されました。昨日、足立区の荒川の河川敷でトラバサミに足が挟まれた猫が見つかり近所の男性が救助しました。 男性によりますとトラバサミは野球のボールくらいの大きさでワイヤーにつなげられて仕掛けられていた感じだったということです。今のところ他のトラバサミは見つかっていません。注意喚起の看板とあ職員がですね現地で調査をいたしまして、えー、点検をいたしました。もしですね、えー、その狩猟用の罠等がですね見つかった場合はですね、えー、警察等にですねご連絡いただければと思います。